今回は元素置換した時の、解析方法について説明します。まずこのファイルは元素置換してない時での、リードベルト解析が終わったところです。それで、まず例えば今回は、バナジムサイトにタンタルを入れた時を考えています。まずは、化学質種が、置換した元素の分だけ増えますので、置換した元素の化学質を記述します。例えば今回タンタルを使いますので、タンタル、このように入力します。そして今回バナジウムサイトにタンタルを入れるということで、このバナジウムサイトのものをコピーして、でまず原子種をタンタル、そしてこちらをタンタルにします。でこちらの左側のものはラベルですので、好きな名前に変えても構いません。例えばこういうのようにしてもいいです。この他にもこのようにすることもできます。このようにして、そして占有率は今回 12% をしてますので、初期値としてこのようにしてます。でまあタンタル結構重い元素なので 0.5 ぐらいしか。でここまで入力したら、また解析を行います。まず、プロファイルパラメータを0として、そして、こうして定数を1にします。それで解析します。そしてプロファイルパラメーターを順番に変えていきます。一通り終わったらこれを0にします。そして占有率を変えてきます。1になりましたね。変えてきます。まあ、このようにして、置換してなかった時と同じように分析をしていけば良いです。で、いくつか解析してもらっていくと、まあ、大体気になることも出てくるとは思います。例えば、仕込み組成通りに解析したいという場合、例えばは、バナジウム 0.88、 あ、じゃなくてバナジウムとタンタルは同じサイトですから、これの合計が占有率が 1になるようにしたいということもあると思います。そういう場合にはどうすればいいかというと、こちらにあります、線形制約条件を設定することになります。でここに日本語で書いてあるんですけど、まあ、とりあえずちょっとやってみましょう。まず、バナジウムを変えたときにタンタルが変えられるとします。そうするとまず、元になる方を1、そして変えられる方を2とします。あ、どっちもあの最小事情リートベルトで最小事情にするんですけども、まずバナジウムを変えたらある条件式に従って、タンタルが変わる、ある条件式に従って変わる方を2ということにします。それで、こちらにいくつか例が書かれています。例えば、これを使います。これの、ここの X がラベル、つまりこっちの左側のものになりますので、例えば変えられる方を2とした方を、左側に、そして1とした方を右側にします。そして、変える ID はこれは、占有率なので、ここに書いてありますけども、これをこの占有率は G となっています。なので G とします。でこちらも G とします。でセミコン、でこのようにします。 であとは1マイナスとこのようにします。そうするとバナジウムが、最小事情フィットで決まれば、1引くバナジウムでタンタルの値が決められるというふうになります。でこれで解析してみます。ちょっと何かいくつかちょっと、そうですね、V1 ではなくてラベルですから V1 にしなきゃいけないですね。ここをコピーアンドペースト、失礼しました。でこのようにして解析する。
あ、何かちょっと間違ってるかもしれないってことがあるみたいですね。セミコロンなしにしてみましょう。あ、すみません。あ、ないって、ないから困ってってことですね。じゃあこれを、おそらく、すいません、ぐだぐだで申し訳ないんですけど、場所をどこか間違ってるんですね、私が。あ、こちらではないですね。失礼いたしました。こちらで元に戻して、なおかつこの最後に、これがないといけないと書いてありますね。なので、これをつけます。うん、ちゃんといきましたね。失礼いたしました。なので、やっていただくことは、このように線形制約条件式、この後に例にあるところに入れていただいて、最後にこれをちゃんとつけていただくということですね。でこれをちゃんとつけていただいて行えば、ここの、足し算がちょうど、1になるということです。選択配この測定はあまり良くないんですけども、まあ、なかなかいい値に収束はしてるかなとは思います。ちょっとアルミの値がおかしいですね。ちょっとアルミの値が異常な値になってますけども、まあ、このようにして、ちゃんとやっていくことですね。でしっかりとした、粉末解説のデータが取れていれば、占有率も非常に高い精度 1% 未満で決定することができますし、原子変異パラメータもかなり正確に求めることができます。ですので、より良い測定データを実験を行ってもらいただいて、解析していただければと思います。で今回は、以上で終了します。